UEFA チャンピオンズリーグ2006から07決勝とは2007年5月23日にアテネにあるアテネオリンピックスタジアムで行われた UEFA チャンピオンズリーグの2006から07シーズンの決勝戦である2年前と同じ AC ミランとリバプールの対戦となり2対1でミランが勝利して2年前の雪辱を果たした前半を3から0と圧倒しながら 後半に追いつかれ、PK 戦で敗北した04から05シーズンの決勝と同じ対戦カードであり、リバプールが再度守り勝つか、ミランがリベンジを果たすかどうかが注目の的であった。この年のミランは、カルチョスキャンダルの影響で出遅れて、シェフチェンコの穴を満足に埋められず、決勝トーナメントで、セルティックやバイエルミューンヘンに苦戦するなど決して内容は良くなかった。 一方のリバプールもプレミアリーグでは、マンチェスターユナイテッドとチェルシーに大差をつけられ、チャンピオンズリーグに焦点を絞っていた。試合前半は、リバプールが今大会で絶好調のカカオマスチェラーノのマークで抑え、また一トップに、クラウチではなくカイトを起用して前線からプレスをかけた。ためミランは攻撃の形を作れなかった。またリバプールも、小さなミス以外には、 これといったチャンスを作らせず、膠着状態。しかし前半終了間際に、右サイドからピルロが蹴った FK に、インザーギが肩で合わせてミランが先制し、そのまま、ハーフタイムへ。後半も試合を膠着させて、逃げ切りを図るミランに対してリバプールはチャンスを作れず、イエローカードを受けていたマスチェラーノを下げて、クラウチを投入したがこれにより、 スペースを得たカカからインザーギにパスが通り、GK と1対1だがほとんど角度のないシュートをインザーギが決めて追加点。リバプールはクラウチをターゲットにロングボールを入れて89分にカイトが1点返したが、そこまででミランが2から1で勝利した。ミラン V リバプール、ありがとうございます。